かえっおはよう。天さんの話しようと思ったらあまきゅうさんが来たんですけど。怖い。なんでここがわかったんだえ、怒りさんのが。怖い,、はい。で、何いや今、シナバさんに聞こうと思ったんですよ。何をえ、もし。うん、まあ。 もしですよ、うん、シナバさんがまズ辞めるってなったらアマギフさんどうするのかなーって,ってええー、うーんーなるほどまあその時の雰囲気次第じゃない <laughs> うーんまあそりゃそうだろうなそ、うん、れぞれ自由だからなそうなんかあんまりあ最近最近さちょっと辞めたんだよね一人知ってるあ知ってますよかイきさんでしょそそそうそうそう君辞める でシナバさん辞めるで俺も辞めるなんてなったら悲しすぎんえモズに感情移入してるんですかそれはそう悲しいね、うん、俺はともかくアヌギ君はなかなか馴染んでるかないやそのことない馴染んでるんだナタルさんが悲しみますよ <laughs> <laughs> ナタルさんが、うん、いやあれは別にナタルさん悲しみますかね喋る時は喋りゃいいしな なんかやめてやりたいことがあるんですかいやほら、まあ観光コがしかれてる手前、まあベティだったら大丈夫だと思うが、うん、今、いざこざが一個あるだろううん。あれが悪い方に転んだときの話だ。うーん。いる価値がないそうなったら悪い方っていうのは どこまでモズのみ助けに来ないとかなった時だよ。うんうん、極端に価格が上がるとか。うんうんうん。まあ個人の最近のまあなんか徒ト党ト組んだ動きもどうかとは思うがそれはそれとしてでそうなった場合結局意外しに飲まされるのはこっちだからな。 気に食わないなら値段を上げる当然のことだと思います。あそりゃそうだ。嫌な人の体に触るのも嫌です、からねこっちは当事者なじゃないのに巻き込まれることになるわけだ。だから俺はそこまで視野に入れてる。うんまあ、俺は一応、その時いたんで。その。 多分、いなかった人が、その、想像でなんか言うのって違うと思うんですよ。ま、うん。まあ俺は、あの場にいたから、うん、まあ、みんなの気持ちなんとなくわかるし、まあ、もちろん個人に攻撃するのは良くないことってのはわかりますよ。うん、うん。そう。話の概要だけ聞いたら、めっちゃくちゃ悪いじゃないですか。まあ、間違いないな、うん、まあ、あの場に、 俺からするとその、まあ、気持ち100100、まあ、100全面的にこっちが悪いっていうのはもちろんなんですけどまあ言いたいことはわかるよ、うん、2>, 2度も3度も横取り食らってやっと反撃できるって時だったんだからな。 ちなみにじゃあ天マさんは個人を攻撃するように命令されたら同じようにしてましたまああの時の空気感だったらしてたんじゃないかなパッティーちゃんだったら大変だったねうんどういう空気感だったんだ俺は空気感までは伝聞されてなくてなうーんまあそこは俺が まあ俺の俺目線の言葉になるから後々多分組織での組織でこう言ったみたいなのと俺がこう言ったみたいなのって多分記憶も曖昧だしいろいろ伝聞で変な風になるといけないんで俺は言わないです。なるほど。 まあ、別にもうペティは関係ないんだよね。あうん、まあ、俺も言うほと関係ないからな。まあただ、うん、この場の空気だけで後ろのことを考えていないのは後ろというか先のことですね。組織としてだいぶ脆いと思います。どうかなまあ。 あモズにいて思うのはやっぱボスのカリスマで成り立ってると思うんでまあボスが不在だとちょっとなかなかまとめ上げるのが難しいのかなっていう。うんああ これはギャング全体に言えることなんですけどもっと恩を感じるべきですね個人にはうん、うん。さっきの勝利と未来の利益や人脈どっちを優先すべきかが即時に判断できなかったのであれば。 考え直す必要があるでしょうね。その、バンダーマーさん。うん。みんなどう報告するのか、楽しみですね。うん、まあでも、ボスの、ボスがよく言ってるのが、失敗しても、そこからせ学んで成長していけばいいみたいな。 そういうニュアースのことをよく言ってるから今回失敗したわけじゃないですかうん、うん、だから失敗した後にどうするかが大事だと思うからこれって失失敗なんですか、うん、失ですすか態よねあの失敗と失態は違うと思います例えば大型のミッションを失敗するのと、うん、このコミュニケーションを失敗するのでは全然違います うん、まあわかるよ当事者じゃないからそう思えるのはめっちゃわかるだから結局みんなさあの場にいなかったからう想像想像って言ったらあれだけどまあ要はまポコさんはあの黒の方ですね ま人から聞いた話で言ってるからさらいそりゃそうだよ俺だってあの時いなくてこういうことがあったよって聞いたらそう言うよそれはアホなことしたなって、うんうん じゃあ同じ状況になったらお前は打つのか個人をうんまあそのこと戦闘戦闘面に関しては全部聞いてるわけじゃないですか意見をそれこそ君とっさん竹森さんナタルさんとかあ,あ 今まですべて聞いてきたんでそういう指示とかうん、まあそういうニュアンスのことが出てきたらしてると思いますなるほどねじゃあこのこの件を経て同じ状況に陥った時、き疑いますそれは絶対しないそれならよかったですよ、うん それでもするって言ったら、うん、どうしようかなって今思ってましたから <laughs>、えー、状況が状況だったと言っていたので、うん、正,当正当だったのかなって坊主の中的にはって思いましたけどそうじゃないってことですよねあこっちが謝ってんだからそうじゃないんじゃないかそうあのだからやっぱみんな 感情で動いちゃったわけじゃん。感情で動いたけど後々考えたらこれはやばいなってなってそれでは君とさんが謝りに行ったんだからまあそれで個人もね許せなかったのも、うん、いろいろあるんでしょうけどそうなんかそうあの時はね解決したと思ったんだよねだからペティにその後、こういうことあったよっていう話したじゃんそうですね、うん でもこんなに長引くと思わなかったから、まあ、随分でかい問題になったなうん個人も個人の状況がありますからそのかいつまんで話すとやはりソスさんがいなくなったのが一番大きいと思いますよこれが長引くのが今はリスペクトが起きるリーダーがおらず多分ソスがいに起きてたら トスが出てきて話し合って終わりだっただろうよ。そう思います。今方針を固め直しているところですから、このことは分岐になるでしょうね、個人にとっても。うん でも、やっぱモズと個人員の大きな違いはやはりボスがいないことですから、ペティは、うん。うん、個人は武力もないしね。どこかで個人が折れる形になるんだろうなと思ってますよ、のことまあ、その折れるにしても納得してほしいけどね。お互いが納得できるような感じに。 ま結局ボスが出てって話し合って和解という形になるかは知らないが落ち着かせて帰ってくるのが敵の山かなと思うけど、うん、<laughs> まあ祖父がいなくなったことによって個人はそれぞれの自我が今かなり強い状態だと思うからその中でモズに対しての敵対心が大きいやつがどれだけ増えるか増えたかによって 転がり方違うんじゃないか。ではその対応、ね、対応をお願いしてもよろす、えー、まだ,だまだマシな状況じゃないですか。個人がいろんなギャングにそうやって言いふらし回ったら、モズの立場はどんどん下がっていきますからね。そうん。伝わってるとこにはもう伝わってるだろうしな。まあ、伝わってると思いますよ。でも、うん、まだ悪いふうにやってないでしょ。そこまで。もうモズは絶対起こさないとか言われたら、うん、どうですか？ 小取り増えますよ。だろうな、まあ。悲しいね。うん、なんかもしかしたら何だろうギャングのプライドでしっかり謝れなかったみたいなのはあるんじゃないかなってそうなんだ分かんないけどだってそのそねえ君とさんが謝りに行ったのにこうやって長引いてるんだからもしかしたら君とっさんにはちょっとプライドがあって。 謝りきれなかかったとかなるほどうんでもこうやってその問題が大きくなると、うん、余計よくまあ悪く見られるからさ、うん、<ー>なんだろうプライドを捨ててでも謝るべきだったのかなって難しいとこでありますよねうん <laughs> あんまりへこへこしててもねそう だから本当に難しい難ししいい別に公スさんがうん,うん公スさんの対応も別にまあいろんな視点に立てば正しいのかもしれないし、うん、まあ結果長引いてるからよくなかったんだろうけど、うん、なるほど,なるほど、ね、個人個人 ちなみにですよ、安心させたくていうわけじゃないんですけど、いや、ちょっと安心してほしいから言うんですけど、個人で長くやってる人たちは、平等にすごくこだわってまあ平等じゃないな、公平かなにすごいこだわっているんで、で僕だけ助けないという選択肢はないと思いますよ、今のところは。まあ、だといいかな。それがずっとプライドだったと思うので。 まあでも助けてもらうにしてもさ、なんか内心嫌だなって思われながら助けられたら気持ちよくないよね、お互い。まあね、うん、だから高くするんでしょう、お金を。不快感をお金でね、解消するんでしょう。まあそんなとこか。ですね。まあでも分かりました。<あ>よかったですよ、天城屋さんが。 まやるとか言わなくて <laughs> <laughs> まあもしかしたら、ね、俺がアタックしたんじゃないかとかってパティとか思ってるかもしれないけどそうですよまあでも多分俺がまあ俺ダウンしてたからさ何もできなかっただけだから。 そう、まあ起きてたらちょっとまあやっちゃったかもしれないっていうああ、うん、なるほどねそうだからその実際アタックした人を攻めることはできないなるほどね、うん、お気をつけくださいうん まったくあるインクはこの町に来て、そのなんか間に挟まれてのらりくらいでそのが上手くなったな。岡田君のいやそうですよ。忍ばさんみたいにツンツンしてると良くないですよ。裏っかありましたよ。いや裏側かは貼ってました。塩 <laughs> こりこ <laughs> まあ俺は <laughs> お前のちゃくちゃ人から離れてるか判断できないからな。結構、うん、完全にシャッターの前で貼ってました。ああそうでした。えー、まあでも多分んボスの仲間ってやつなのに。はい 情報が全部来てない時点でどううかと思うが俺はまあまあ、まあ、まあそれこそだってあのカイキくんがやめた件もあれニートちゃんとか知らなかったんですえ <laughs> <ー>ちょっと待ってもうずっと大丈夫そう,そう <laughs> 知らんそれって仲間意識ないってことですかいや多分やむしろうちはある方だと思うがねだからいびつなんだよそうそう俺の予想だと、うん、人づてに聞くよりも本人から聞いた方がいいんじゃないかっていう気遣い だと思いまやちょっと最近、うん、最近思ってるのが品場、うん、さんとちょっと意見変えようかなとは思ってるんで違う意見にしようか まあ何かの伏線というかそういうのになるかもしれないかなと。